教えてください。同志社大学の政策学部と社会学部と、関西大学の総合情報学部と、社会安全学部と、政策創造学部と、京都大国語大学、大学の英米語学科と、関西外国語大学の、英米語学科。はい、OK です。はい、覚えてないです。ちゃんと覚えてないですね。はい、ここに出してもらいましょう。はい、それではね、ここから対談始めていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。それでは、あの、聞いていきたいのは、受験前の自分と受験後の自分で何が一番変わったかなっていうところを聞きたいです。一番変わったのは考え方で、で、なんかいろんな先生とかが授業とかで言ってくれて、すごい自分の中では頭のことがいっぱいあったんですけど、でも一番心に残ったというか思ったのが、あの矢沢先生の声が言ってくださってた、あの迷う時は厳しい方の道を選ぶっていうのと、迷う時は厳しい方の道を選べ、あとあの選んだ道が良かったかどうかじゃなくて、その道が良かったと思えるようにその努力すればいいみたいな、ありますね。選択、道を選択するときに正しい、正しくないっていうのは選ばないから、選んだ道を正しいものにする努力をしなさいというところですね。はい、これ、僕がたくさん喋ることになるんですけど、いいですか？まず1個目が、何だっけ？厳しい方の道を選ぶね。これは、岡本太郎さんの、言葉であるんですけど、その、飯を食っていくんだったら、飯を食っていくんだったら、ただ生きていくだけなんだったら、その、楽な道と厳しい道あったら、楽な道を選ぶんだらええと。別に死なへんねんから、それで。ただ、そもそも悩んでる、それで生きていくだけやったら別に簡単、楽な方の道を選ぶんだらええのに、悩んでる時点で、もう実は厳しい方の道行った方が自分のためやっていうの分かってるんやから、厳しい方の道を選ぶようにしといた方がええねんって感じでね。これはね、大学受験もほんまそうだと思うよ。大学受験なんてさ、せんでええ、別に。大学なんて別に行かんでも行っていけるし。でも、行った方がいい。でも、勉強せなあかん。やろうかな、やらんとこかな。もう、飛び込んだのは、やっぱり、そっちの方がええってどっかで分かってるからね。では1点と、あとは選んだ道の話か。ほんまにね、これは僕のこれは持論なんですけど、僕デニーズ好きなんですよ。デニーズわかる？ファミリーレストランのデニーズ好きなんですけど、メニューをね、選ぶのを、僕メニュー基本見ないんですよね、そういうところに。もうこれでも1秒で決めるっていうのを心がけてて、実はそれは何食べても美味しいと思って食べることが大事であって、美味しいものを選んでる時間よりも食べてる時間の方が大事だ。すごい簡単な例にしましたけど、いろんな そんなちっちゃなことから人生のあらゆる場面でどの道が正しいんやということを悩んで前に進まない時間っていうのは本当に無益な時間。だからそういう時にどの道でもええから先に選んじゃって、直感でもこれって選んじゃって、その道で後から振り返る時にその道でよかったっていう風な努力をすることがやっぱり一番大事なんじゃないかなというお話でしたね。はい僕の話じゃない、僕の授業する話になっちゃいましたけど、はい、なっちゃいましたね。はい、それでは続いて並びに聞いていきたいのは、並びは成功した受験生として、成功した受験生だからこそできるその後輩へのアドバイスがあると思うんだけど、その後輩へ一言アドバイスをお願いします。受験勉強は、先生がいてくれて、友達がいてくれて、で家族がいてくれて、初めてできるものやから、自分が受験に合格したいと思うのは大切だけど、自分のために合格するのも大切だけど、周りの人のために、自分に関わってくれてる全ての人のために合格できるように受験勉強を頑張ってほしいと思います。素晴らしいね、素晴らしい。もう、それがね、分かってる子だから受かる。なんか感謝せえ感謝せえって言われてもさ、なかなかできる部分あんねんけど、
関してはね、まあ、今この動画を見てくれてる後輩の受験生に感謝もそうやねんけど、やっぱり人って一人で生きられへんからさ、絶対に自分が人の手を借りた方が、人の力を借りた方が早く進むこともあれば、そもそも人の力を借りなくちゃ絶対できないことっていうのがある。大学受験ももちろんそう、うちの塾に来るのもそのお母さんお父さんの支援があったおかげだし、そのご飯、美味しいご飯もあるし、作ってくれるし、で友達がいろんな勉強を教えてくれたり、切磋琢磨することによって得られたすごい相乗効果とかもあったと思うんだよ。そういう中でその環境が当たり前だって思ってることを、もうそういう子たちのためにも、そういう、お世話になった人たちのためにも頑張らなくちゃいけないっていう、そのプレッシャーというか緊張感というか、その相乗効果というかっていうのは、これからもね、ぜひとも、まあ、奈良自身も、まあ、今アドバイスとして言ってくれたけど、後輩たちも、ね、分かって感じながら前に進んでいってほしいなと思いますね。はい、それでは対談の方はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。学びふむの LINE アット公式アカウントができました。 LINE では YouTube では上げられないような本年度のカンカンの同率の頭学部の情報などたくさん配信しておりますので、ぜひぜひお友達登録よろしくお願いします。登録方法はアットマナビズムで検索、 MANAVIISM です。ちなみにアットから検索しないと出てこないので注意するようにしてください。カンカン同率専門塾マナビズムの期間限定の講習のお知らせはこちらのボタンをクリックしてください。スマートフォンの方は右上の i のボタン、もしくは動画の説明欄にリンクを貼っておきますので、そちらから飛ぶようにお願いします。どうしてもマナビズムに通えない、そういう子は我々マナビズムの講師陣が出向しているカンカン同率専門在宅予備校カンヨミよりお問い合わせお願いします。スマートフォンの方はこちらも右上の i のボタン、下の動画説明欄にリンクを貼っておきますので、そちらから飛ぶようにお願いいたします。パソコンの方はこちらのチャンネル登録ボタンよりチャンネル登録をお願いします。スマートフォンの方は下のチャンネル登録のボタンを押してチャンネル登録するようにお願いいたします。